もしもし。ああ、もしもし。ご意見は何ですか。パソコンがなんかエラーが出てしまって。はい。これどうしたらいいでしょうか。あ、そうですか。お客様の名前は何ですか。名前を教えていただけませんか。はい、石川紀之です。石川紀之です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お客様の電話番号は何番ですか。あ、僕電話番号がないです。これは公邸ですか。とスカイプですね。スカイプから電話しましたか。はい。わかりました。じゃあそれで私は言う通りにやってみてください。キーボードがありますか？お、バレてない。キーボードあります。キーボードの左側一番下何のボタンですか？ Windows マークです。この Windows のマークとローマ字の R 同時に押してください。はい、押しました。押したら小さい画面が出ますか？はい。名前のところは空白ですか？はい、そうです。空白のところにダブル3回入れてください。ダブルダブルダブル。ダブルダブルダブル、はい。それでドット。その次は OTY。すみません、あとはまたドット。担当者名は何ですかね。あなた様のお名前は。私の名前はマイク・ミーラーです。よろしくお願いします。はい。はい、今、名前の下に OK が書いてあります。OK にクリックしてください。新しい画面が出ましたか。はい。サポートへ接続って出ますね。真ん中にロケーターコードを入れるところが出ます。私は言う通りに自分で番号を入れてください。ちょっと待ってくださいね。はい。これさ、誰かさ、身代わりで、なんか、壊れてるパソコンもない誰か。はい、575。入れましたか。あとは879。879、はい。あの下にダウンロードが書いてあります。ダウンロードを開始するにクリックしてください。の方に見てください。お腹が痛くてですね、ちょっと1分待ってもらってもいいですかね。はい。身代わりでやってくれる人いるから、ちょっと電話かける。もしもし？はい。いける？身代わり。いきますよ。もしもし？はい、今よろしいですか？すみません、お腹が、はい、申し訳ないです。今何の画面ですか？あ、今、まだ、数字をもう一回言ってほしいです。忘れちゃって、お腹が痛くて。数字は256。256、はい。その後は303。303。その下にダウンロードがあります。またダウンロードしてください。はい、ダウンロードしました。それで画面が変わります。その意味はダウンロードが始まります。あ、始まりましたね、ダウンロードが。右上に見てください。右上見るとき。ちょっと待ってくださいね。はい。今、はい、OK 押します。はい。はい。OK 押したら、はいといいえが出ます。はいの方にクリックしてください。はい、はい、わかりました。しました。はい押したら、今しばらく待ってください。はい。真ん中に、リスナー動かさないで。また OK とキャンセルが出ます。お願いすることは、もう一回 OK 選んでください。お願いします。これで多分遠隔操作します。はい、ありがとうございます。これから自分で何もしないでください。はい、手離してください。わかりますか？はい、わかりました。マイク皆さん、これ、お顔とかは見せられないんですかね？これ、あなたの顔ですか？そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。それで、はい、それでマイク・ミーラと申します。会社の住所。その下にサイン番号もあります。出ましたやつですね。はい、わかりました。お客様、メモの画面が見てますか？はい、見えます。申し訳ないけど、このパソコンはさっき使ったとき、8口間違いところにクリックしましたから、パソコンの中に悪いインターネットの方から危ない問題が出ます。この問題の名前はトロイの木馬です。名前聞いたことがありますか？あります。有名なウイルスですかね。これは誰が打ってます？マイク皆さんが打ってるんですか？はい、そうです。今パソコンが繋がってるので心配。心配ならないでください。もうすぐこのパソコンの中にトロイの木馬の問題削除しないとき、このパソコンの状態が悪くになって、それでパソコンも壊れてしまいます。これは本当に危ない問題です。今パソコンのサービスの状態チェックします。これ全部はパソコンのいろいろな大事なサービスです。あのサービスのおかげでパソコンの動きます。これを、けどこの問題のせいで大事なサービスはどん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 停止になってしまいます。市役所の人が騙されて、この間2000万だか何だか取られちゃったんだよ、これで。あ、はい、今見えます。はい。これはどん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 停止になります。だいたい 80% ぐらい停止になりましたから、はいはいはい、パソコンは今止まりました。だから修理しなければなりません。こちらの方から修理した後に、だからこいつらめっちゃ儲けてる。全部大事なサービスは早く実行中に戻って、この問題削除します。ってるけどパソコンも直してさせてあげます。わかりますか？ありがとうございます。はい。それでお客様、このパソコンは毎日使いますか？時々使いますか？これは毎日使いますね、ほぼ。お客様のパソコンはデスクトップという会社のパソコンですか？あ、ちょっとわからないです、それは。パソコンの中に Windows 10 Pro が入ってますね。これもわからない？あ、それはわかります、Windows。わかりますね。それでもっと下に見るとき、いろいろな大事なアプリケーションとものは今、向こうになります。向こうの意味は使えないことです。はあ。わかりますか？はい。はい、使えないことです。ダメというです。直してください。向こうはもうすぐ有効しなければなりません。
けど、有効するためにパソコンの中に大事なアプリケーション入れた方がいいです。私はこちらから大事なアプリケーションインストールしてさせてあげます。それで向こうは有効に戻ってパソコン買うようになります。向こう。それで停止になったジュットサービスは実行中に戻ってパソコンまた簡単に使うようになります。それで終わります。わかりますか？はい。はい。パソコンは今から何年間までに使いたいですか？これはもう一生使いたいですね、このパソコンは。わかりました。一番最初から見てください。会社の住所が見てますか？その下に見つけた問題、これ全部読んでください。トロイの木馬ウイルス問題、ハッカー問題。はい。あ、そうです。今パソコンの中にトロイの木馬のせいでハッカーもつながってるので、パソコンから何もしないでください。買い物とか何もしないでください。わかりますか？はい、わかりました。はい。お客様、今のパソコンはこれから何年間までに使いたいですか？あ、ずっとです。3年間とか5年。ずっと。もっと？ずっと。わかりました。下の方見るとき、会社の方から時間によって客プランがあります。例えばこれから5年間保証頼んだら、このパソコンは今から5年間まで簡単使うようになります。それで新しいパソコン買わなくてもいいです。もしこの時間の間に新しいパソコン買ったら、一生保証ずっとって会社の方から全部サービス無料でもらえます。1円もかからない。はい、1台パソコンサービスとプリンターサービスも無料でします。その時にも1円もかからない。だからそうするために5万円かかります。けど10年間は長い時間だったら、それで6万円だけかかります。2台パソコンサービスと1台プリンターサービス無料です。どっちがよろしいでしょうか？え、一生保証がいいです。はい、ありがとうございます。最後は2つ方法があります。1番目はクレジットカードと、2番目はコンビニから現金払い。クレジットカードで払った人が多分1000万とか取られるんだよ。2番目はコンビニから現金払い。ああ、それだったら大丈夫です。それでよろしいですか？近くにどんなコンビニがありますか？セブン、ミニストップ、ローソン、セイコーマート。どっちもセイコーマート。セイコーマートがありますね。お客様、このパソコンから iTunes が使ったことがありますか？ iTunes もの。あ、iTunes カードですかね。そうです。じゃ誰かの使用済みの iTunes カード使ったことがありますか？って、あ、来てるわ。これは何のために使いましたか？これはエロ動画見るために。わかりました。これはコンビニの中に売ってます。お客様の支払いは10万円だったら、お願いすることはコンビニ行って自分で10万円のカードを探して購入して戻ってください。はい、戻った後にこのカードのおかげで全部問題削除して、停止になったアプリケーションは実行中に戻ってパソコン直してさせてあげます。それで将来にいつでもパソコン使うとき問題ある場合は、みんな責任はマイクロソフト責任です。お客様は責任ではない。わかりますか？やばいな。はい、わかりました。はい、あの帰ってくるのに何分ぐらい時間かかりますか？おそらく2分ぐらいで買いに行けると思います。はい、わかりました。あ、すみません、今これ通話をつなげたまんま行けばいいんですかね？今から外出るんで、それまでお話ししてもらっても大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。心配ならないでください。ちょっと今行きますね。はい、行ってらっしゃい、待ちます。はい、もしもし。はいはいはい。はい、すいません。このカードは購入するために現金が必要なので、はい、10万円現金持ってってください。忘れないでください。あ、10万円。ちょっと待ってください。札数えます、ね。はい。それで、このカードは何のために使いましたか？さっき、ドアのためにですか？動画とか。これ、動画とか、漫画とかですね。わかりました、はい。申し訳ないけど、このカードは悪い人々も使いますので、はい、店員さんから購入、このカードを購入するときは悪い人ではないので。ちょっと待ってください。音声がプチプチで。なんて言いました？お客様、このカードはね、アブロのカードは悪い人々も使います。はい、わかりました。目的は個人の仕事のために買います。はい、今からいってらっしゃいました。その対策もできてんな。まあだからこれ、要はアップルカードを買うとさ、購入、あの老人とかが大金を購入するときに店員に止められるわけじゃん。要は詐欺でそれ買ってませんかって。でその時に、あの仕事で、あのやってるんですって言ってくれって言ってるの、こいつは。でそこまでもやらしてるわけだな。まあ、この後コード言うか、じゃあ普通に。え、なんか切れたんだけど。もしもし？もしもし。あ、なんか通話切れました。あ、すみません、なんか先ほど通話した人に代わってもらえませんかね。乗客さん、私はジャック・ウィリアムと申します。マイクロソフトのサポートセンターから話しております。ジャックさん、はい。今ですね、エラーが出てます。なんか電話をかけてくださいみたいな感じで。わかりました。乗客様、この問題は修理のために、あの修理代がかかります。修理代は5万円がかかります。また最初からだるいな。お客様、このアップルギフトカードは白色のカードです。このカードの上はリンゴの形を書いてあります。このカードはコンビニでカード売り場で1000から10万円まで売っています。お客様は5万の1枚カードを買ってきて戻ってください。え、無理。はい、いや、お前が買ってきて。お前が買ってこい。5万の、いや、だから5万の、お前が買ってこい。バカですか。
ジャック・ウィリアムさん、はい、ばっかですか、あなたは。お前は お前が買ってこい。頭がないか。お前が買ってこい、5万円。頭がないですか。頭、え、ジャックさんは頭どころか全てないですか。おんちんぽもない、頭もない。ジャックさん、おちんぽもないんですか。ジャックさん、あのマイク皆さんに代わってもらってもいいですかね。はい、はい、はい、私はお前の妻をの中に私のおちんぽを入れて。好きだね、それ。わかりましたか。いや、全然わからないです。いや、全くわからないです。バカ野郎、バカ野郎、うん。ジャックさん、何歳ですか。何歳？1歳です。1歳。私は1歳です。はい。うん、頭ないですか、ま、頭がいます。まだ。バカだからこんな仕事してんだろ。あなたはバカです。日本人の警察もバカです。うわ。まあ、確かに確かにな。日本の警察いつまでたってもお前らのこと捕まえれねえもんな。バカ野郎、バカ野郎、まあ、いつか捕まえてやるからな、おめえみたいなの。お前はバカ野郎、お前はバカ野郎。騙されねえからな、日本人も。お前はバカ野郎、バカ野郎。おい、老人騙すんじゃねえよ、マジで。あなたはバカ野郎、お前はバカ野郎。これな、バカ。騙される人がいるからこんな感じなんだろうな。でもな、え、ジャック、なんでさ、いくらですか、日本人バカね、なんで日本人バカ狙うの。あ、世界の中でいろいろなバカがあります。はい、お前は一番バカです。日本人がやっぱ一番騙されやすいですか。日本人はバカです。警察も一番バカです。でもお前騙せてないじゃん、俺のこと。俺から1円でも取ってみろよ。俺から1円でも取ってみろ。悔しかったら。バカから1円も取れてねえぞ。貧乏、貧乏。お前だよ、それ。貧乏。まだバカ、電話切ろよ。切ったら負けみたい。あ、切れたわ。もうこのジャック、すごい煽りが。もう一回かけるわ。もしもし、もしもし。もしもし。あ、すみません、パソコンが壊れてしまったのですが。お金かかると大丈夫ですか。あ、大丈夫です。わかりました。じゃあ今から画面じゃなくてキーボードをご覧ください。はい。左側一番上、どんなボタンがありますか。一番上ですか。はい。エスケープキーです。それは10秒間押してください。今画面が消えました。消えました。はい。どんな画面消えました。新人だ。ブラウザが消えました。パソコン直しましたか。はい。じゃあ今お金払ってください。直しましたね。はい。え、どうやって振り込めばいいですかね。5万かかります。すみません、お名前は。お名前はジャック・ウィリアムと申します。はい、5万円。え、どうやって払えばいいですかね。コンビニに行ってください。アプリギフトカード買ってきてください。5万の1枚。うるせえ、お前が行け。お前が行け。何ですか？何ですかじゃねえ。お前が行け。行ってこい、早く。コンビニに。お前にケツに受けるかバカだよ、お前。いいから行け、早く。わからないで。お前だよ、バカ。はい、行ってこい。走れ。わからないか。走れ、早く。おい、走れ。いやいやいや。走れ。あなた、警察ですか？警察だよ。警察？あ、インターネットじゃない。インターネットポリスです。インターネットポリスです。俺の大汚いからいいから。はい、走れ。警察ね、はい、日本の本当の警察いますか。はい、インターネットポリスです。インターネットポリス。バカで、バカだよ、お前。わからないですか。わからないんですか。なんとかなんとかも、なんとかなんとか、まあ、なんとかね。わからないんですか。あなたはバカですか。いや、本当の丁寧語じゃないよ、お前。バカだよ、お前。しないで、時間の無駄しないで、お前5万円電話切って。電話切って、まあこの辺にしとくか。まあまた定期的にかけるわ、ジャック。うん、今日は懲らしめでやった、久々に、うん、いやーでもさ、これなんだろうね、どうしたらこういう人たちに伝わるんだろうね。やっぱ定期的にビラ配るしかないって。もうでムカつくからもう一回かけるわ。もしもし、もしもし、もしもし、あ、パソコンが壊れました。お客様治るために私は言う通りにやってみてください。はい、わかりました。一回キーボード見てください。はい、キーボードがありますか。はい、ありました。キーボードの左側一番下何のボタンですか。はい、Windows マークです。Windows のマークとローマ字の R ボタン同時に押してください。はい、そうすると何が出ましたか。ファイル名を実行が出ました。はい、名前のところは空白ですか。空白です。空白のところに www.入れてください。はい、www.co.com。com。com。押しました。それで OK 押して。はい、サポートへの接続が出ました。ロケットコード入れてください。やだね、717。やだね。なんで入れなきゃいけないの。さっき10万円のカードを買ってきましたか。あ、マイク皆さんですか。あ、そうです。あ、すみません。なんでしょうか、おかしいね、あなた。マイク皆さん、あの、買ってきましたよ。2万円のカードを5枚買ってきました。2万円の5枚ですね。わかりました。じゃあそれで番号を教えてくださいから。はい、かしこまりました。ちょっと待ってくださいね。はい、あの、はい、あの、名古屋の N。 あ、名古屋の、はい、名古屋の N。その後は9、数字の9、
あ、はい、数字の9です。で、童貞の D。あとはドラえもんの D。で、数字の2。山田の Y。Y。和田の W。ドラえもんの W ですか？ドラえもんは D です。はい、それで終わりますね、2枚目。X。はい。4RYWM6RD66XQP です。ちょっと待って。はい。ちょっと待って、ゆっくりゆっくり。はい。もおかしい、バカ野郎。あんたはバカじゃないですか。なんで10万円のカード買ってこないですか。詐欺だからです。詐欺だったら、詐欺と思いだったらなんで電話しましたか。暇だからです。なんで何回も何回も電話しましたか。あなたはどなたですか。警察。あ、はい、インターネットポリスです。これは関係ない。ありますよ。はい、わかります。はい、あなたを逮捕します。あなたを逮捕します。You prison インターネット FBI です。関係ない。ちょっと今からですね、この電話の回線からですね、あなたがいるところを割り出します。はい、大丈夫。早めに書いてください、はい、頭の中に持ってますか。はい、あなたがいる場所がわかりました。の中です。私の、はい、ここは長いです。あなたの後ろの中に入れた後にあなたは痛くになっちゃうです。はい。じゃあそれで娘に電話変わって、あなたの妹に電話変わって。はい、変わりますね。はい、何、どうしたの。私はあなたの妹と一緒にしたい。いやでもジャックさん、詐欺師だから無理。大丈夫、詐欺だったら詐欺のは長いです。詐欺の、あの性病かもしれないので、ちょっと無理。はよろしいですか。え、ジャックさんのって何センチ。私のは長いです。だから何センチ。てかお前マイクミラーじゃないの。なんでジャックに反応してんだよ、お前バカか。あなたやっぱバカですね。バカバカやろ。あなたお前どうせジャックとマイクミラー交互に名乗ってんだろ。お前バカだな。お前どっちなの、名前ジャックなのマイクなのどっちなの。でも電話しない方がいい。これはしなくてもいい。おいしい。分かった分かった。することもできます。じゃあ謝って。知ったこと。じゃあ謝って。うん。何よこれ。この仕事は終わることできない。分かる？じゃあごめんなさいって言って、そしたらもうかけないから。関係ない。じゃあ無理。じゃあもうあと100回かけるからね。ごめんなさいって言って、すみませんでした。バカやろ。あ、ダメだ、切れたわ。ジャックに電話かけなくなった理由の一つだね。もう同じことしか言わないからこいつら。もうでもこんな頭が悪そうなのにさ、この頭の悪いジャックに騙される頭の老人いるからな。もう一回、じゃあラストかけるわ。もしもし。あ、もしもし、パソコンが壊れまして。パソコン動かないですか。はい、動きません。じゃあそれで電源切ってください。はい、ここ直ります。切りました、治りました。はい、それで電話も切ってください。なんで寂しい。寂しいですか。はい、何をやってますか。暇でん。お名前は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 マイクミラコです。あ、そうですか。あなたは。お前それが精一杯か。おい意味ないぞそんなの。何の意味もない。音下げてるからなこのバカ。ふう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 。おい、疲れた。もしかして疲れちゃった。あ、切れた。バカだなこいつ。最後ボイチェン。あ、ボイチェン。これじゃあこれで最後かけるね。もしもーし。何ですか。はい、パソコンが壊れました。どうしましたか。パソコンが壊れました。もしもし。パソコンが壊れました。もしもし。はい、パソコンが壊れました。はい。何回か変わるこいつら。はい、はい、もしもし。はい、バカバカ。あなたがバカ。お前がバカ。待ってください、電話変わります。何でしょうか。あ、パソコンが壊れました。バカ野郎、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 バカ野郎。まあということですよ。サポート詐欺なくなんないね。でもいつまで経ってもなくならんな。いや早くなくなってほしいわマジで。でも、うん。
久々にかけたけど、相変わらずだけどなこいつら。いや普通にムカつくんだけど、まあ、こうやってネタにしてるけど、こいつら普通にムカつく。ほんと捕まってほしい、マジで。ほんとにさ。